よろぶん、あんにょはせよ。今日は慣用表現の17回目です。慣用表現には日本語とよく似ているものもあれば違うものもありますね。今日の表現はどうでしょうか。こちらになります。足首をつかむ。この絵を見たらどういう意味かなんとなく想像はできると思います。まず韓国語にしてみましょう。こちらは발목을잡다または발목잡다というふうに言います。こちらの説明は무슨일을못하게하다、何か物事をできなくする、何かをできなくするという意味ですね。日本語では足を引っ張るという言い方がありますね。こちらの表現、面白いのが발목을잡히다となるとのっぴきならない羽目に陥る、弱みを握られる、足元を見られるといった意味になります。こちらの表現も面白いですので例文などを作ってみるといいですよね。それでは今日の발목을잡다、こちらの会話文を見てみましょう。경기가좋아진다고느낄수없어요。금리대책이안되는걸까요？맞아요。그게경기회복에발목을잡는것같아요。このような文章を考えてみました。少し難しい単語が含まれていますが、景気については実感できる部分だと思いますので、理解しやすいかなと思います。こちらの表現、うっかという表現ですが、疑問推量を表します。何々だろうか、何々かしら、何々かといったような意味になりますね。ですので、こちらの会話文の意味はこのようになります。景気が良くなったと感じられないです。金利対策が良くないんでしょうか。それが景気回復の足を引っ張っているようです。このようなやり取りになります。こちらの金利という単、こちらの金利という単語は、금리と書いて、금리というふうに鼻音化をして発音しますので、こちらも覚えておいてください。では、一緒に読んでみましょう。경제가좋아진다고느낄수없어요。금리대책이안되는걸까요？맞아요。그게경기회복에발목을잡는것같아요。言えましたか？では、会話をしてみましょう。私が蚊になりますので、皆さんは何になって答えてみてくださいね。では、行きます。경제가좋아진다고느낄수없어요。금리대책이안되는걸까요？言えましたか？景気に関する単語も覚えておいてくださいね。では、발목을잡다、こちらの説明、무슨일을못하게하다、こちらを覚えていきましょう。一緒に読んでみましょう。무슨일을못하게하다。では、見ないで一緒に言ってみましょう。무슨일을못하게하다。もう覚えましたか？では、皆さんだけで見ないで言ってみてください。무슨일을못하게하다でしたね。今日は短いですので覚えやすいですね。イメージと合わせて覚えるようにしてみてください。今日の慣用表現はいかがでしたか？実際のニュースやドラマなどでも見かけたことがある表現です。日本語の足を引っ張ると足首をつかむと似ているけれども少し違うところがすごく面白いと思います。このような表現もしっかり覚えていってみてくださいね。では、발목을잡다、こちらの説明を覚えているでしょうか。見ないで言ってみてください。言えましたか？무슨일을못하게하다でしたね。会話文や例文などで
実際の使われ方を意識しながら覚えるようにしてみてくださいね。그럼오늘은이상입니다。안녕히계세요。